それじゃあ行こう。ウォーミングアップでもするか。これで終わりだ。切り刻んで先行の一撃、凍らせてあげる。勲章断罪。月影を沈め。終わりだ。こっちの番だ。怪我人はいないか？ねえフミ君、さっきハイオークが突然空中で真っ二つになったの。見間違いじゃないのか？ひょっとしてリナがやったの？あいつら真っ二つになんてできるわけないじゃない。確かに変だわ。呪い系の魔法使いはうちにはいないし、暗殺系すらいない。リナさんの言う通り、うちにはそんなことができる人はいない。実は俺も狩りの後半からハイオークの動きが鈍くなった気がしてたんだ。フミ君、先に進むの？一旦外に出ましょう。そりゃ諦めたくないだろう。初めて隊長を任されたらしいし。ではひとまず撤収します。早く出ましょう。悪くない戦いだった。